よいしょ。今日の動画は What's in my camera bag 2021です。Hey guys, it's Nori. どうも皆さん、こんにちは。Nori Togawa です。2021年、ちゃんとした動画としては初の動画となります。2月になってしまいましたが、今年も頑張っていきたいと思います。こんな感じでね、ゆくですが、やっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。で、今日はですね、定番といいますか、年明けの定番、こういうビデオグラファー、フィルムメーカーの定番といいますか、What's in my camera bag? です。普段僕がどんな機材をこのカメラバッグに入れて利用しているかっていうのを紹介していきたいと思います。で、ナンバーは僕のカメラバッグ、以前も紹介しましたが、ノバテックとピーター・マッキネンのコラボモデルです。このバッグ本当にもうめちゃくちゃ重宝してます。この1日にですね、1月の1日に、東京を題材とした動画、1分ぐらいの動画を出したんですけども、その時にも利用したりとか、今この時期なのでガンガン外に出るっていうことはできないですが、もうカメラバッグとしてもうこれをマストで本当使ってます。めちゃくちゃ便利だし、もう丈夫だし、ウォータープルーフで、水にも雨とかにも強いし、汚れとかにもね全然強いし、このままドンって置いちゃっても全然平気で、後からもさっと、拭くこともできるしっていうので、ほんとめちゃくちゃ重宝してます。はい、では次、メインのカメラです。今メインのカメラはこれを今撮っている EOS C70 です。これも前回、紹介しましたが、シネマカメラとして、キャノンが出した、基本的になんですごくコンパクトな、シネマカメラになってます。で、もうさっき話した1日にお正月元日に、公開した映像でもこの C70 と、もう一つのカメラを使ってやってるんですが、あれほとんどハンドヘルドなんですよ。で、ジンバルを使わずに全部撮ってます。詳しい詳細は、前回の動画を見ていただければなと思いますので、メインのカメラは C70 です。で、次 EOS R5 です。はい、もう動画ももちろんだし、写真ももう最高峰といっても過言ではないかな、今のキヤノンのカメラとしては。もちろんプロ機として 1DX とか、今後ね R1 とかっていう話も出てますが、基本的には、これ1台でほとんどのことが済みます。で、 C70 も本当に、映像をメインで撮るときに持ち出すっていう形で、で、ほとんどの場合はこの R5 だけでも全然十分に仕事をこなすことができます。映像もそうだし、動画の性能も素晴らしいと。で、1.1 ファームウェアのバージョンが 1.2 の頃ですね、に一応そのオーバーヒートの問題も少し、改善されてると。で、大体 2、30分ぐらいは大体撮れるのかな。で、やっぱり冷やさなきゃいけない時もありますが、大体こと足りるかなと。で、4K の 120fps も撮れて、スローモーションが撮れるので、 B ロールにも最適だし、ほとんどの場合これで済みます。詳細に関しても、前に動画も出しましたし、サンプル映像とかも撮ってたりするので、めちゃくちゃいいカメラです。では次、レンズです。レンズナンバー1、RF の1535です。RF レンズの、超広角レンズとしては、基本的にはこれしかないかなっていうところなんですが、お気づきの方もいるかもしれませんが、僕は前まで1635の F2.8 の1型を使ってました。広角に関してはそれを買い替えまして、この1535にしました。じゃあ変えたと感想はっきり言います。めちゃくちゃいい RF レンズ。これはまた今後、次回ぐらいの動画ですかね、RF レンズについて具体的に話していこうかなと思うんですが、もうはっきり言います。もうこれを R5C70、要は R システムの搭載されているカメラをもしお持ちでしたら、マジで買い替えた方がいい。全部 RF レンズにした方がいいです。めちゃくちゃいい。
もうほんと描写性能もそうだし、手ぶれ補正もそうだし、まあ、機能面もそうだし、堅牢性もそうだし、めちゃくちゃいいので、本当にこれはおすすめのレンズです。めっちゃ高いけど、めっちゃ高いですが、やっぱりもう高いだけあって、本当にもうプロでも使えるハイアマチュアからもうプロ向けといった形のレンズなので、ぜひこれはあの購入していただきたい一品ですね。ではレンズナンバー2いきましょう。はい、RF の 2470F2.8 です。で、以前 C70 の映像の時に、使ったのは 2470EF の2470でした。もちろんね、あれも描写性能とか素晴らしいですし、あのめちゃくちゃいいレンズなんですが、この RF ね、1535を買ってしまったがゆえに、もう RF レンズの虜になってしまって、もうほとんど全てのレンズ、一応 EF50 のパンケーキレンズを持ってますが、もうほとんど全てのレンズを手放し、この、2470 R、こっちも RF にしてしまったと。それぐらい今僕は RF レンズにもう夢中です。めちゃくちゃいい、本当に R5 にしろ C70 にしろ、やっぱり本当にそれ用に作られてるレンズなの で、この大三元のこの2つがあるだけでもう全てのものが撮れると言っても過言ではない。で F2.8 で明るく撮れるし、ボケもあるしっていうところで、玉ボケも綺麗だしっていうところで、もう RF レンズはもうマストだと思います。はい、では次いきましょう。 ND フィルターです。2から5ストップと6から9ストップ、この2種類を使ってます。 EOS C70 に関しては、カメラ内に ND フィルターがあるので、それで全然使える形です。なので C70 の時だけは持っていかないって感じなんですが、まあ、むしろ いつもどちらも持ってった時に、主に EOS R5 で、撮る時にはもうこの2つを使ってます。でポーラープロの、ピーター・マキノモデル、これあの最初のモデルです。今最新バージョン2が出たのかな、出たと思いますが、最初のモデルです。まあでも全然最初のモデルでも何ら僕は不自由がないと言いますか、全然綺麗に映るので、でこれをつけるだけでシネマティックになると言いますか、あの開放で撮れるので、もうめちゃくちゃいい。もう EOS R5 を外に持っていくならもうマストで必要だなと思ってますし、昼間は必ずこれをつけて撮ってます。では次、トライポッド、スイッチポッドの三脚ですね。まあ主に Vlog といいますか、自撮りだったりとかでこういう風に使ってます。で、あの一応ボールヘッドも買ったんですが、まあちょっとねやっぱりでかくなっちゃうのと、あのここで締めれるんですよ。これを締めれるのが、あのボールヘッドつけると全体でつけなきゃいけなくなっちゃう、こう全体回してつけなきゃなるか、まあ、先にボールヘッドだけつけてからこれをつけなきゃいけないって感じになっちゃうので、まああまり必要性はないかなというところで、もうこのまま使っちゃってます。でもうこのこれですぐにどこにでも置けると、でまとめて自撮りにもつけるで、もう堅牢性だし、で、まあ、ゴリラポットとかもね一応持ってますが、あの、まあ、僕的個人としてはもうこっちの方が頑丈だし、どこにでも持ってきやすいので、使いやすいっていう理由 でここも持てるし、ここも持てるしっていうところで、気に入ってます。なのでこの僕はスイッチポットのトライポットを使って、この1万円ぐらいだったかな、100ドル99ドルだったっけな、そんな高くなかったはず。はい、では次、ポーチです。はい、じゃあこのポーチ何が入っているかと言いますと、 GoPro 製品がいっぱい入ってます。で、この前、紹介しました、昨年末ぐらいかな、GoPro のおすすめの商品、あの、まあ、おすすめアクセサリーも含めて、ご紹介しましたが、ほとんどそれが全てこのポーチの中に一つ入って ます。まあ、ちょっと追加して、ね、あのメディアモジュラーとか最近買って、まだ使ってないんですけど、あの、まあ、メディアモジュラーとライト、ここにつけれるライトとか、まああの本当簡易的な Vlog とか、まあぶっちゃけもう今 Vlog ってこれで十分じゃねって思います。これとかオズモのポケット2とか、あの全然それで、あの使えるレベルだなと思うので、でもしまあ外でね、今後撮れるようになった場合に、あのカメラを持ち出すのが難しいっていった場合は、まあこれとかで Vlog とか撮れたらないいいなと思ってメディアモジュールも買いました。もう一つポーチ、はい、
まあアクセサリーポーチですね、もう本当に何だろう、カメラアクセサリーとか、あとこのねスモールリグの、ドライバー、これ結構ね重宝するんですよ。六角レンチ、六角の3種類と、普通のプラスドライバーとかで、よくねこうコインで回したりすると思うんですけど、それをあの三脚とかにもね回す、マイナスドライバー的な、ところがあると思うんですけど、それも全部ついてて、これねめちゃくちゃ便利なんですよ。それが一つにまとまってると。なのでこれを必ず持ってってます。では次、バッテリーとメモリーカードケースです。まあこれもあの ノーマティックの、バッグを買った時に一緒に買ったってやつですね。で、LP6 バッテリーかが3つ入るタイプのマグネットで止まるやつですね。これほんと重宝してますね。めっちゃ便利。で、メモリーカード。メモリーカードもね、一新して、プログレードのものがほとんどかな。EOS R5 もそうだし、あれも CF Express か、のタイプ B とかだったりするんで、と、あと、メモリーカード。で、この C70 も V90 の、通信速度が速い、転送速度が速い、メモリーカードが必要だったりするので、もうプログレードに全部書いてます。これもねなくさないんで超便利です。はい、では次、アプチャーのライトです。これも以前に少しだけ紹介したかな。うん、 MC モデル、 MC ですね、アプチャーの MC ライト。まあ色変えれたりとかで、ちゃんとディフューザーがついているので、柔らかくできたり、マグネットなので、鉄のところだったりとかくっつけたりするので便利です。まあ昼間だったらそこまでライトは使わないかもしれませんが、まあちょっとした影とかで、何か物を撮るとかとか、そういった時にも、まあ動画にも写真にもすごく使いやすいライトなので、これはもう大体1万ちょっとぐらいかな、1万3000か4000ぐらいだったと思います、Amazon で。ぜひこれもすごい便利なライトなので、今これすっげえなんかいやらしい色になってるな何使ったんだっけ、覚えてねえやはい、なのでまあこのライト、いろんな LED ライトなので、でまあ充電も USB でできるので、ぜひおすすめのライトです。では次、マイクです。まずロードのビデオマイクプロプラスです。これもねビデオマイクで有名なものですね。結構いい値段する、3万円ぐらいするんですが、重宝してます。で外とかで使うんだったら、まあ、もう本当にこれです。今ちょっとね最近違うマイクに、この今撮ってるマイクは違うものに変えたんですが、ゼンハイザーの MKE600 に変えたりしてるんですが、まあ、それまでずっとこれを使ってたりとかで、ちゃんと音声を取らなきゃいけないとか、映像として音声を取らなきゃいけないっていう時に、まあ、持ち出すには少し大きいので、まあ、これだったらねもうほんとこのマイクケーブルでつなげれるので、音声を取るためにはこの C70 用のマイクっていう感じで僕は使ってます。で、次、前回も紹介しました、ゼンハイザーの MKE200、これもね今もうまだ日本発売してんのかな、ちょっとわからないんですが、わざわざアドラマで海外から取り寄せて使ってます。でまあこの音声と、音質を合わせたかったので MKE600 を買ったっていうところなんですけど、主にやっぱり EOS R の Vlog 用っていう形で使ってます。では最後いきましょう、 RS2 です。はいこれね今完全にRS2 のカバンに入ってますが、実は中身出して、直接カメラバッグに入れてます。でちょっと筐体がちっちゃくなったんですよ。でカーボンで強くなったんですけど、なのでこれとこのグリップバッテリーとプレート三脚と、あとハンドルかな、あこれスモールリグのハンドルね、これをもう直接カバンに入れちゃってます。このバッグのこの部分にすっぽり全部入るんですよ。だからこっちにカメラギアとかレンズとかを全部入れて、スポーツも全部入れて、ここに、RS2 のパーツといいますか、分解した状態でこのまま入るんですよ。で、このね小さいグリップとかも全部入れちゃってってやるとすっぽりはまるっていう、この今まで僕ジンバルで
浪人の時、普通の浪人 S の時もまああれ専用のバッグって発泡スチロールじゃないですか。だからまああれで持ち歩いたりとか、キャリーバッグに入れてといいますか、キャリーケースに入れて運用してたんですが、まあやっぱそうすると一つ手が埋まってしまうっていうところで、カバンの中入んねえかなと思ってこれ試したらすっぽり綺麗に収まって、もう最高じゃんと。でかつ前浪人 S の1の時より出力がこっちの方が高いということで、もう至れり尽くせりじゃねえかっていうところで、もう僕は RS2 を即買い実はしていたというところなんですが、カバン一つで全部現場に行けるっていう状況なんですよ。だめちゃくちゃありがたい。本当にコンパクトで効率化された機材たちで全部仕事を済ませられるようになったなと思うので、めちゃくちゃ今このセットを重宝しています。まあ今年もどんな製品が出るかわからないですが、まあ、一応 R1 とか噂されてますし、まあ多分ね、いろんな機材がまた今年も出てくるんだろうなとは思いますが、一旦僕の中では本当にカメラとか、そういったまあアクセサリーはどんどん買い足すかもしれないですが、大きな、買い物としてはまあコンピューターぐらいかな、うん、iMac の Apple Silicon が出れば、欲しいなと思ってますが、まあやっぱり映像はどんどん対応してますが、音楽関係のソフトウェアはまだ対応が追いついてない状況なので、時期を見てっていう形で考えてますが、カメラ機材は今年は買わないんじゃないかなって言いながら買うんだろうなとも思いますが、まあ一旦は僕の機材はもう今年はこの機材で行こうと考えてます。はい、それでは本日の動画は以上となります。僕の使っている機材が参考になりましたらぜひ、高評価ボタン、お願いいたします。で、まあこれからもねのんびりとですが、更新していきますので、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。あとツイッター、インスタグラムやってますので、そちらもぜひフォローお願いいたします。あ、そうそう、クラブハウス始めました。僕もアカウントを、まあブームに乗ってといいますか、やってみました。でちょこちょこM フローのたくさんのチャンネルとかでラジオとかで少し話させてもらったりとかもしてますので、ノリヒト側でやってますので、ぜひそちらも良ければ、まあなんか機材トーク、したいなと思ってますので、あとねまあ音楽系だったらプラグインとか、もういろんなこうギークな話をして、深い話を僕は好きなので、深い話を、していけたらないと思ってますので、ぜひそちらもフォローいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See ya!